皆さんどうもピーマンです。今回は俺と横浜の143日物語実況40回目になりますぞい。今回は5月の14日中日3連戦の3戦目をプレイしていきましょう。ここまでこのカードは1勝1敗と来ているね。今日勝てば勝ち越しで終わり、今日負ければ負け越しといきますからね。2戦連続負けカードっていうのは俺は嫌なんで、必ず勝って2連勝といきたいと思います。そして現在またね、3球団が同じ順位ゲーム差で並んでますね。 1.5ゲーム差、今日勝てばですね、単独でリーグ2位になることができますから、必ずね、当たり前ですよ。逆に今日負ければ中日が単独でリーグ2位になる可能性もあるからね。そんな展開いりません、誰も望んでないよね。今回の実況は得点のチャンス、失点のピンチで監督プレイで私ピーマンが操作していくのでね、監督として素晴らしい指示を出しましょう。で、今日の先発石田ね、石田防御率 1.38 の石田くんね、この防御率で打たれるということはないですから、石田くんを期待して信用してね、今日のマウンド任せましょう。ほんでベストオーダー、うん、別荘だね。どうしようかな。前回はね、14得点。中日の心を折ったんですけどね。ボコボコにしてやりましたよ。だからもうこれは今日も変えなくてこれでいいでしょうね。これが今のところの理想的なベストオーダーじゃないでしょうか。このベストオーダーで中日3連戦を戦い抜いていきたいと思います。やってこう。イエース!ボコボコ試合始まるよ。中日ファンは目を閉じて耳を塞ぎなさい。見たくない現実が今ここにあるからな。ははははは。やってこう。さて、まず1回。まあ1回なんて完璧に抑えるでしょ。1回から打たれるようなやつはいらない。えい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 。来たね。さて、こちらの攻撃だ。前回同様、打ちましょう。前回もね、5位、はい、ロペスの一発、ありがとう。いきなり先制点ありがとうね。前回はですね、話戻りますが、1回までは、5イニング目くらいまでは手入らなかったんだよね。ほんで、5回から一気に手入っていって14得点ですから、これまた後半戦の爆発。まあ、今回の場合はもう1点入りましたけどね。ロペスの一発、今季4号目くらいかな。いやいや、ペース的には遅いけどね、俺はね、前も言ったと思うけど、都合とロペス合計60本のホームランを求めてますから、互いに2人で30本打てるようです。ね、頑張ってもらいたいんですが、どちらのペース的には全然30本打てそうなペースではないけどね。よし、三振ありがとう。ふぅ、何も怖くない。防御率1点台だからね、石田くんはもう常に余裕持ってる。ベテランみたいなね、もう風格漂わせてますから、これね、他の球団のファンは欲しいんじゃないかな、この石田。でもやらないよ。当たり前でしょ、やるわけないだろ、少し考えろよ。はい、ホームラン。ははは、石川。マジか、この男。マジなのか。今季1号目ですね。やべえな。よく打ったよ。素晴らしい。興奮するね。さて、今日初めてのチャンス来ましたね。今日一度も得点点圏にランナーを置くことなく3点入れたからね。全部ホームランでの得点。さあね、まあ、ノーアウトランナー2塁でしょ。ここはコンパクト性を求めるよ。はい、真正面。コンパクト性を求めたんだが、最低進塁打を打ってくれないとね。さて、ロペス。いや、もう長打狙いでしょ。今季5本目行こうよ。はい、来たー。これはどうだ。いや、タッチアップには十分な距離だ。よし、ランナー三塁に進塁。いいね。ふぅー。で、筒香ね。筒香は今5本。ロペスと筒香で今9本ですね、合計。いや、全然納得。まだ2本2桁いってないっておかしいよ。もう、セリーグには2桁いってるバッターいるのね、1人でね。いかんいかん。負けないで。おー、はー、来たー、レッツゴー、素晴らしい、トゥーベースだ。あとちょっとど、いうとこだったけどね。角度は一瞬いったかなと思ったんだけど、ちょっと足りなかったな、距離が。で、バルディリスも打ちまくってるじゃないですか。4点目。おー、詰まった打球はセンター前に落ちるんです。これがバルディリスのバッティング。レッツゴー!さて、トゥアドランナー一塁三塁、ミネイ君。いや、もうここはミネイに自由なバッティングをさせましょう。この男はほんと得点圏で打点を稼ぎまくってますからね。頼むよ。下位打線なのね。まあ、今日6番ですけど、基本下位打線ですけど、11打点ですからね。まあ、ここでは打てないんですけどね。うん。まあ、いいんですよ。さて、行こう、石田。4回の表。ヒット?ヒット?4点取ってくれたの?何してんの?あんた。あんた、国が国なら腕飛んでるぜ、今。気をつけて。日本に生まれてよかった。月月月。5ヶ月だね。はいはいはい。もう1点はしゃあない。なんで投げないの?今、月。これゲッツー取れないのか?マジか?マジなのか?え?ありえないね。はぁ、ナナミのホームラン今日やべえな!やばすぎるよ今日。どうしたんだ横浜。中日2戦連続ボコボコする気じゃないですか。やばすぎるよほんと。ホームラン3本。ははははは。もう、いつもの横浜じゃない。
クレヨンじいちゃんのねねちゃんじゃないけど、いつものママじゃないみたいで、いつもの横浜じゃない。何これ、怖い。完全もう、どうだ、惜しいなー、ボールを、ギワーなんだけど。あー、残念、ここは打てない。さて、ギグス。ここで打ってくれ。お前の一発が見たいな。この男はね、能力的には3割30本30盗塁、トリプルスリーですか。達成できてもおかしくないからね。走力も速ければ。あれもありますから、パワーもあり、ミートもありますからね。おーし、よしよし、ここでこのバッティング、素晴らしい。さて、2アウトランナー1塁3塁、まだまだ入れていこう、ロペス。ここも長打狙いで頼むよ。さっきもいい打球だったけどね。うわー、抜けない。残念、5点目はなしですか。あ、5点目取ってね、6点目だね。さて、石田6回のマウンド、行こう。5回ね。はい、サードゴロ。はい、皆さん。はい、ファーストゴロ、イエース、投げ切ったね。フォアボールからの、バルディリス、まだまだ打っちゃう。もう打たなくていい。次にエネルギー残してもいいって俺は思うんだけど。いやまあね、選手たちはまだまだ打ちたいよ。日頃のなんかストレスを発散したいね。そういう気持ちがあるんでしょうね。本当に2試合連続野手陣が打ちまくってる試合になってますけどね。まだまだいっちゃう。2試合連続2桁得点あるんじゃないの、今日は。ここは中間守備ですね。まあ、バックホームとセカンドゲッツー、両方狙える守備体制ですね。完全にタイミング外されてるっていうね、情けなさを感じるね。あそこまでプロでタイミング外されるのもなかなかいないと思うけどね。完全にもう相手の受注にはまってるっていう実力の違いが出たね。うわ、チェンジアップ。このなんていうの、ブレーキングボールっていうのかな、メジャーリーグだと。これにやられてるね、みんな。チェンジアップ全くタイミング合ってねえわ。1球くらいチェンジアップ待ってるってやついねえのか。こんだけ連投してきてるのね。なんでみんながみんなチェンジアップ待ってないんだろう。さて、ボール、ここで石田くんか。ちょっと待って。まあ、2アウトランナー満塁の場面で、石田の今日の投球内容。あー、まだいけるね。今日は7回あたりいけますね。代打送りたいところではあるんですけどね。石田くんの、このバッティングというのを見てみたいね。こういう場面に自援をできる投手は絶対に勝てる。ここで打てばもう勝利は 100% になるね。勝利の確率はね。打てるんじゃないの？うん、無理だね。うん。まあ、ピッチャーが打ち出したらもう野手いらない時代になるからね。そんな時代は来なくていいので。なのでね。うん。よし、いいぞ。まあ、抑えるとこに集中して。はい、併殺だ、素晴らしい。誰が4番赤坂って俺ほんと知らないんだけど。こんなんいるんだね。知らないやつ4番にすんのは和田さんでいいだろう、引退したけどよ。ね。和田さんまだプロスピンにはいますからね、当然。和田さんで俺はいいと思うけどね。うわークソみたいな三振。まあでもいいんだよ。はい、長打狙い、長打。もうここはホームラン狙いだよ。シングル打ったってしゃあないからね、こんな場面で。4点ありゃ勝てるよ。おお、いい打球だがファウルか。打球の勢いが半端ねえな。おお、三遊間、ありがとう、レッツゴー。さて、ワンアウトランナー一塁三塁。いいね、ロペス絶好調じゃないですか。ほんで、都合ね、この男。いや、この男はもう、どうしような。じゃあ、ここが勝負だ、使っていこうか。点差を開けていきましょう。はい、この男は打ってくれるでしょう。はい、いったー、ありがとうございます。あー、ライトフライか。これも角度的にはっていうとこなんだけどね。距離が足りてな。これ一生ホームランかなと思ったんだけどね。まあ、いい、6点目が入りました。おほほほほ、まだ打つ。まだ打つのか、お前ら。もうええんちゃいまっか？やめてあげて。ねえ、特別中日ファンでもねえけどよ。やめてあげて、そうそうそう。ミネー君空気読める。いいね。ここ、この6番ミネーがストッパーとなってるね、打線の。さて、石川。石田ね。このイニングでまあ終わりかな。はい、皆さん完璧。素晴らしいね。んで、ちょっと待って。まあ、投球内容確認しとこうか。どうだろうな。まあ、無理させたらね、やっぱ試合の流れはぶち壊したくないので、このいい流れで勝っていきたいからね。82球でスタミナこれでしょ？で、次、どの打線から始まる？まあ、下位打線から始まるんだったらいいんだけどね。8番杉山からか。で、投手、まあ、ここは代打送ってくると思うし、代打。で、大島対左に弱いのか。あ、だと生かしてもいいかもしれないね。8回のイニング、7回イニングもね。8回ですね。うん。はい、いけるだろう。
お、フォアボール。ピッチャーにフォアボールかい。やめたらいいんじゃない野球選手、朝尾くんね。完全顔で持ってるよ。あ、ピッチャー変わってきたね。はい。田島。球が速いが、それを粉砕する男。梶谷。長打打てるのが魅力的だよね。ここまで素晴らしいからね。打率もすごいし。まさかの展開だね。うん。俺はね、どっちかに特化してほしかった。特化するかなと思っててね。このシリーズでは、あー、来たね。あ、ただ打球が強すぎる。タッチアップには持ってこいだ。ね、本塁弾特化してくれたらいいなと思ったんだけど、まさかのどっちもね、どっちも強くなってるっていうね、もう最高だよ。このタイプの梶谷がね。盗塁もできるし、3割30本、30盗塁、トリプルスリーの梶谷になってるからね。すごいよ、今。あらだ、ダメ。ギグス今日全然打たないね。よし、8回のマウンドも。石田ですね。この男も任しましょう。普段ならちょっと変えるとこではあるんですけどね。この点差ですから、いけるでしょう。うわぁ、勝つにホームラン。うわぁ、おぉ。侍に打たれたね。よし、ナイス。今日は8回投げて2失点。痛い一発だな。1失点なら見栄え。まあ、2失点もいいけどね。HQS 達成ですから、全然いいんだけど。侍に打たれたか。すごいな、小笠原。ねえ、今日、小笠原の成績どんな感じなの？マジか、この侍。クソ侍じゃねえか、お前。ねえ。これ、打率0割並ぶ4輪って。これ、今日初めて打たれた、このホームランが、この、ねえ、なってるんじゃないの？ねえ、ひどいねえ。今季初安打、このホームランだろ。まあ、ピーチャー変えてですね。石田に変えて、誰で行こうかな。永田くんかな。永田くん、ほんで、守備固めも送ってですね。ここで、キャッチャー変えて、クローバーね。んで、ショートに、倉本ですね。ほんで、まあ、ちょっとね、レギュラー陣の疲労も溜まってきてるので、ほとんど変えていこうかな。まず、レフトに田村ですね。レフトに田村。んで、ファーストに宮崎入れようかな。ロペスも変えて、梶谷も変えたいとこなんだけどね。うわ、外野の守備がすごいことになってるよね。これまあいいか、これで。守備能力低いやつばっかだけど。はい、頼むよ。はい、9回最後。うん。うん、いいね。ゼロでいこう。ああ！お前、このノープレッシャーの中、打たれるか、本当に。心の病気じゃねえか、もう。抑えられないね、もう。抑えられない人になってるよ。どうしたんだよ。何がしたいんだよ。頼むぞ、もう。1点はいい。2点はないな。2点打たれたら、もう一緒に病院行こう。共にね。行った方がいいと思うわ、これは。え？いいとこ決まってるんだけどね。森野が振ってこねえんだな、これ。うわぁ、しつこく嫌な流れだね、これ。いけるか変えた方がいいかもしれない。うわ、出た出た。嫌な流れ来たぞ、これ。怖いぞ。おー、しないっす。ナイスというか当たり前というか。ナイスって褒めたいけど当たり前すぎてね。そこまで褒められない。はい、最後、福田を抑えてゲームセットだ。はい。はい、ゲームセット。もう最後に1点取られることはものすごく恥だけどね。はい、これ2連勝でございますよ。レッツゴー、レッツゴー。気分がいい。最高だね。ありがとう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 。イェイイェイ。はぁ、気持ちのいい一試合となりました。はい、チームは6対3ですよ。2戦連続打撃陣が好調のおかげで勝てましたね。石田くんが今季2勝目を挙げました。この防御率でまだ今季2勝しか挙げてなかったのかっていうのが一つ感想ですけどね。ガッツに浴びた8回の一発が悔やまれるね。あれなければね、1失点で見栄えが良かったんだけど。でも全然いいピッチングですよ。8回投げて2失点。これで褒めない奴はもう鬼畜すぎるね。もう、人の上に立っちゃダメな人だね。ブラック企業の、なんていうの？人だよね。うん、社長さん。はい、ほんで今回の試合ではロペスが今季4号、荒波2号、そして石川1号とホームラン日和でしたよね。もう早い段階からホームランで入れまくりでしたから、素晴らしい1試合となったんじゃないでしょうか。イエース！で、これで単独2位に上がれたかな？どうだろう。お、トレード？成立、イエス、イエス、取れたのか、よかったよかったよかった。伊能と浅尾ですね、イエース。え、ちょっと待って、浅尾って怪我してなかった？やらかしたかもしれない。また怪我に押し付けられたかもしれない。これ伊能をトレードなし、俺浅尾取ろうとしてたんだよね。イエスイエスイエス、トレード浅尾来たよ。浅尾来たのはいいんだけど、
中継ぎ大事だからね。ただこれ、え、朝起きして、ほらもうまた出たこの違和感持ち、やめろよこれ、いい加減に。ゴミを押し付けんじゃねえよ、クソ中日よ。失敗したもう、普通断るだろう。中島に続いてこれですよ、あんた。これ怪我ではない、違和感持ちだね。絶不調ですから、これ即戦力で使えないよ。伊能が中日に行きましたね。まあ正直僕は、もう打たれまくったら全然期待できなかったんでね。まあ2軍に送って、当然のレベルの選手ですけど。マジか、もうやられたね、ほんとひどいね。で、先発の枠じゃあ誰入れるよ、これ。誰入れようかな、これ。先発を誰か一人入れねえとダメだからな。とりあえず現段階では使えないので、小杉でいいかな。はい、小杉をじゃあ入れましょう。うわ、先発ピッチャーが一気に弱くなった感じがする。やっぱ、伊能っていうネームバリューも大切だね。うん。なんかすごく弱体化した感じが否めないというかね。まあいいでしょう。はい、浅尾がうちのチームに来ましたよ。ニューメンバーですね。まあ現段階ではちょっと使えないね。あの調子では。しばらく様子見だね。結果、違和感持ちなんで、しばらく様子見。ちょっと俺はね、怒りを覚えますね、他球団に対して。こんなにゴミを押し付けてくるのかと。不満しかないですが、まあいいでしょう。オッケー、じゃあ、このカードはですね、2勝1敗で終わり、そしてチームも単独でリーグ2位になってますね。オッケーオッケーオッケー。広島の背中掴んでます。次回は首位攻防戦となるよ。このカード勝ち越しで終えれば、リーグ1位、あるよ。来るよ。やっていかないとね、当たり前ですよ。次回から始まる一戦はかなり、大事な、カードになります。3連戦となりますのでね、負けるつもりは当然ございませんので、お楽しみに。じゃあ、グッバイ、また会おう。